さあ始まりましたカッサンチャンネルです。今日もね、原付の、動画になります。車両はですねスズキのレッツ2ですね。今この車両なんですけど、割とまあ綺麗だと思うんですけど、現状から言いますとエアクリーナーボックスを外して、そのまあわたわたを外して直接燃料をパーツクリーナー入れてもしょぼくなし、全くなしで、まあアクセルの固着その辺はなくてキックも降りるんですけど、全然しょぼくは来ないと。で、その状態でマフラーを確認したら排圧がなかったんですね。何なんでしょうか。まずはですね一回走ってみて、これがちゃんとしてるかどうかを、確認してから、フケが悪いですね。細かな穴を開けます。すると走るようになるんですね。もともとこれでチェックして走るようであれば、まあ、良品のマフラーと交換したり、マフラーを外して、中のカーボンを燃やしたり、まあ、パイプユニッシュしたり、それはもうお任せするんですけど、まあ、確認って言うんですね。確認するのいちいち外すのめんどくさいんで、もう穴開けちゃって、で、確認するみたいな。まあ、もちろん新品に変えてもいいですし。うん、だからまあ、このマフラーをもう一回使うんであれば、まあ、あれなんですけど、でも、開けた穴も別に変な話埋めれるんで、そう。ただチェック簡単にするにはもうそれが一番早いかもしれませんね。本当にマフラーが詰まってるパターン多いんで、このパターンで、一気にですね、ちょっと解決というか、どうなってるのか調べてみるのどうでしょうか。カッサンチャンネル、短い動画でした。
ょっときつい夢見る少年ではいられない昔の自慢を持ち出して若い頃の思い出語り始めたらIke te nai. Tonikaku